自分なりのやり方でリラックスした意識状態になってください。この冬至瞑想を地球とその住人のアセンション過程を早めるために使うことを表明します。銀河のセントラルサンから光の柱が放たれ、私たちの太陽系内部のすべての光の存在を通り、あなたの体を通って地球の中心に届く様子を視覚化してください。次にもう一本の光の柱が地球の中心から登ってきて、あなたの体を通って空へ向かい、太陽系や銀河にいるすべての光の存在に届き、最後に銀河の中心とソースにつながる様子を視覚化してください。あなたは今、2本の光の柱の中にいます。光が上下に同時に流れています。数分間、この光の柱を保ってください。
球上のすべてのバラの姉妹団とライトウォリアーとライトワーカーがシリウスの愛のエンジェルのピンク色のリキッドライトで包まれている様子を視覚化してください。ライトウォリアーとライトワーカー全員に光がしっかりと定着し、女神のエネルギーとのつながりがさらに深まり、イベント時における各自の任務に対する準備ができている様子を視覚化してください。紫の炎で地球上の人類全員が浄化され、すべての洗脳、支配、抑圧から解放される様子を視覚化してください。闇の勢力のネガティブの行いや洗脳は人類からすべて除去され、地表の住人に施されたすべてのインプラントが完全に消滅する様子を視覚化してください。暗の白い炎が物質界、プラズマ界、エーテル界、アストラル界に残ったすべてのネガティブな兵器を浄化する様子を視覚化してください。
の勢力の作戦が全速力で進行していく様子を視覚化してください。イベントが発生して、地球とその住人がワンネス、調和、平和、繁栄を取り戻す様子を視覚化してください。すべての人が自身のハイヤーセルフやスピリチュアルガイドとのつながりを取り戻す様子を視覚化してください。女神はアセンションを望んでいます。そしてアセンションは達成されます。